はいどうも、特撮ヒーローワールドのフジャンです。最近ね、HG ウルトラマンを紹介させていただきましたよね。で、今回はなんとなんと HG ゴジラをダン紹介したいと思います。というわけでね、早速紹介させていただくんですけども、ちょっと嬉しすぎてね、ちょっと先に開けて何日か前にもだいぶ遊んでしまったっていうか、なのであんま完全な新品からの開封じゃないんですけど、てかもう開封しちゃったんだけど、これはなかなかすごいいい出来なんでね、紹介したいと思います。これは1974年ゴジラ対メカゴジラに登場したゴジラなんですけども、これ見てる人には分かると思うんだけど、ものすごく顔が似てるんです。これプロポーションもそうなんですけど、これ造形もすごくいいんですよね。なかなか素晴らしいでしょ。でね、これはですね、ゴジラクロニクルっていう、HG のゴジラの段に登場したんですけど、この通り歴代ゴジラだけがラインナップされてるっていう回なんですよ。で、これ1974年のゴジラでね、別パーツ、右腕の付け替えパーツがありますっていう書いてあるでしょ。で、これ何かって言ったらね、やばいですよこれ。ファンは感動するね。はい、もうこれを見てもう皆さんお分かりですよね。見た人にはもう分かると思うんですけど、これをつけて、なんと、はい、そうです、偽ゴジラを体現できるんですよ。この時はね、敵がメカゴジラなんですけど、そのメカゴジラは最初にゴジラになりすましてね、その外見をゴジラにして、ちょっと襲撃してきたんですよ、地球を。で、これ戦いでちょっと剥がれて、中のロボットの部分がもう見えたってとこなんですけど、こいつはね、あれですよ、このアンギラスと戦うんですよ。アンギラス、お、なんだこれ。そうですよ、これも買ってるんですよ、アンギラス。これまたぜひ次回怪獣軍団としてね、何体か一緒に紹介します。というわけで、これ本当にいい出来なんですよ。素晴らしいでしょ。もうアンギラスも遠目から見てもこれいいって皆さんちょっと分かると思うんですけど、ちゃんと紹介します次回。はい、というわけで HG ゴジラ、1974年版を紹介させていただきました。このシリーズもね、どんどん集めていきたいと思ってるんですけど、僕は怪獣送信劇という、映画が大好きなんですよ。で、まあその時のゴジラが一番欲しいんですけど、ちょっとラインナップになかったんで、で、やっぱモスゴジとかキンゴジを買っちゃうとやっぱ顔が違って、あんまりなんか再現できないんですよ。で、まあ年代的に一番近くて、なおかつこうヒーロー像のゴジラってなると、やっぱこいつなんですよね。まだヒーローとして戦っていた時期のゴジラで、これを買いました。はい、というわけでですね、まあ夢はその怪獣送信劇に登場する怪獣ですね。はい、そうです、こちらの今ご覧いただいた11体の怪獣を全部 HG で揃える、これが目標でございます。というわけでね、その目標を達成を目指して頑張っていきますので、今後も楽しみにしていてください。それではさようなら。